うだどうだ、あ、筋肉食べ出しちゃう、お、食べて食べて、おー、ちょっと、めちゃくちゃ寒いですよ。うわ、外もっと寒い。やべえ。今の温度がね、外がマイナス8度になります。そしてワラビーテントの中が1度になりまして、めちゃくちゃ冷えますね。でも昨日の晩の方がね、マイナス10度いってましたからね、マイナス11度いってたかな。うわー、めちゃくちゃ寒い。びっくりです。冷蔵庫の中にいるみたいですね。ストーブの方ね、つけていきたいと思います。あー、めちゃくちゃ冷えますね。びっくりだ、寒さ。待って、これ、あれ、つかへんやん。よっしゃよっしゃ、ついたついたぞ。よっしゃ、温めてください。うわ、寒っ。見てこれ、見て、水の部分ほとんどなし、全てが凍ってる。めっちゃカチカチ、すげえ。初めてこんな凝ってんの。うわ、車もすげえ真っ白けっけんな。もうね、火が出てきたね、これ。このジャケット暑いぐらいです。もう着替えちゃう。ベストぐらいがちょうどいいですね。あったかい。もうこれめちゃくちゃあったかいですよ、これ。というか暑かったらちょっと動くだけでね。ベストがいいわ。動きのね、邪魔にもなりませんからね、ベストだと。
ったかき、こういったねかき飯にしていきますね。お、美味しそう。ここからまだ作業、こういう感じ、うまそうやなこれ。皮が上がってきたらめちゃくちゃ熱くなってきた。もう上着も脱ぎました、パーカーだけ。よし、焼けましたよ。うわうまそう、いい香りしてるわ。そしてうまいやろ。ご飯の方もねできたみたいなんで食べていきますね。朝ごはんやできたぞ。揃った、ご飯の方もできましたね。はあ、やっとか。めっちゃ鮭が美味しそうです。さあいただいてきますね。いただきます。あ、おー、昨日に続いてうまそうやね。やっぱり最高やったからまたやりたいなこれ。里芋がまた美味しいのよねこれ。よし、かきご飯どうでしょう。おー、うまそう。うわ、香りもめちゃくちゃいい。それではね、鮭の方いただいてきますよ。めっちゃうまそう。めちゃくちゃ美味しそうですよ、ほら。しかもね、これね、富士山めっちゃ綺麗なんですよ。真正面に富士山見ながら食べる、幸せですよね。よし、かきご飯の方も食べちゃいますよ。うまい。うわ、かきはやっぱりうまいね。うわ、米はちょっと固めだわ。もうちょっと水がよかったな。水が足りてない。見てください、ワンちゃん用ですよ。金目鯛です。
湯煎してご飯あげてきますね。この音聞こえます？ウェットティッシュがね、凍っちゃってるんですよ、これ。もうシャーベットになっちゃってる、これ。集めて。なんじゃこれ。うわ。集めて。まるまるだーん。喧嘩して、取り合いしてます。取り合いしてます。ごめんね、小さいの。あんまり使えないよ。よいしょ、よっしゃ、これ。ゆず、金目ですよ、金目。高級金目ですよ。ゆちゃん、わかる？金目がわかるかな？待って、待って、待って、待って。待って。よし、キンメちゃん食べてよ。おどうだどうだ。キンメ食べだしちゃう。食べて食べて。柔らかいよな、キンメちゃん。うわわわわわ、どこも食ったんね。ペロッと食べちゃう。金目速攻食べちゃいました。よし。あら、迷ってる。ちょっとちょっと、金目ちゃんありますよ、金目ちゃん。金目ちゃんありますよ、金目ちゃん。話してみない。はい、おい、食べるよ。食べてくれよ、ホットグラス。ちょっとテーブル閉まったんやで。ちょっと置くとこないじゃん。
雲一つないながら、あれも気持ちいいやろな、慣れたら。幕の方を片付けて帰りたいと思います。撤収です。さあ片付けろ。これ本当雲取っ払あるあるですよ。これこのね、芝がねめちゃくちゃ持って帰らなダメになるんですよ。芝がすげえのよ、ここすごいね。これ静電気かな、これ。片付きましたね。最高やった今日は。今回のねキャンプ最高でしたね。天候が何せ良かったです。天候が違うと本当気持ちがいい。今はねめちゃくちゃ綺麗やし。さあ帰りますね。さあ帰ろうか。うおーめちゃくちゃ綺麗。めっちゃ良かったな。こんなキャンプが一番いい。うわここもめっちゃ広いやん。こんだけ広いと気持ちがいいな。やっぱ平日最高。よし帰ろう。あー楽しかったな。毎回こんなやったのにな。うわすげえ綺麗。